はい、こんばんは、篠宮夏樹です。ここはね、JR 西日本東海道本線 JR 神戸線の芦屋駅になります。芦屋駅のね、南側が少し綺麗になったという話を聞きましてね、少し見に来ました。ちょうどね、松井山で行き JR 東西線の列車が出発するところになります。それではね、私の方は電車を少し見送ってから駅のね、外を見てみたいと思います。はい、駅のね、南側降りていきました。いや、綺麗な駅舎になってますよね。前来た時はね、かなり工事中でしてね、まああまり全体の様子をお伺い知ることはできなかったんですけど、こう見ると非常に、こうおしゃれな感じのね、まっすぐの屋根で、いい感じですよね。で、先ほどのね、映像で、将来ここに歩行者デッキができますよと言ったところはちょうどあの部分になりますが、ということはもう今ね、この辺ちょっと古い建物残ってますけど、ここはまあ工事中のようなんですが、この辺はまた建物が壊されたりとかして再開発されるんですかね。はい、まだね、駅の向こう側は工事しているところのようですね。ちょっと逆光でね、うまく映ってないかもしれませんけど、こう近くまで来るとかなり大きな建物ですよね。エスカレーターでね、駅舎まで上がることができますんでね、利用している人かなり多いようです。今ね、人が出てきましたけど、エレベーターもあります。まあでも周囲を見てみるとね、ロータリー大きいのが整備されているわけではないので、向かいの車がね、結構たくさん止まっておりまして、まあ道も狭いですしね、この辺りはこの芦屋駅のこの南側の課題なのかなという気もしますよね。いや、本当こちらの建物がこれからどうなっていくんでしょうか。まあ再開発といっても少し時間もかかるのかもしれませんけどね。それでは駅の北側の様子ね、少し見てみます。はい、駅の、ね、北側出てきました。ここは、ね、デッキでそのままこの北側の、ね、ダボルテにつながっているところになりますが、この下は、ね、バスターミナルになっています。まあ、芦屋といえばこの駅の北側が、ね、非常に大きな商業施設になっているかなと思いますね。あと駅ビルも、ね、本当に立派ですよね。大丸があります。はい、駅の下は阪急バスのターミナルになってるんですかね。はい、ちょっと下降りてみますね。はい、下まで降りてきました。こちらはね、タクシー乗り場と一般車のね、待ち合わせに使われているような感じですね。はい、こっちはタクシーが多いんですかね。で、向こう側はバスのターミナルとなっているようです。はい、それではね、駅の中に戻っていきます。はい、動画のスタートがね、上りホームの先端だったんでね、最後は下りホームのね、先端にやってきました。こちらに書いてあるようにね、普通列車はまあ編成の都合上ね、これより先に止まりませんということで、芦屋駅については新快速も快速も普通車も止まる駅となっておりますので、普通車と快速のね、待ち合わせとかいろいろね、頻繁に行われていますね。2面4線のね、駅となります。こちら側はもう一個線路がありますね。これは貨物の何だろう、留置線かな。はい、さあ、それではね、今回の動画は芦屋駅のね、駅舎が新しくなりましたんで見に来ましたよという動画になりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。